しずり最強決定戦。バス釣りへの情熱たぎる陸王レジェンド川村幸太郎、勝つ、絶対勝ちたい。タフな時には強いのもね、僕も一緒だから。予選勝率 75% を誇る次世代エース、三原直幸。そろそろ取りたいなって思ってます。でいつもね、なんか大振りしちゃうんで、気合入ってコツコツ頑張って釣って、優勝できればなと思います。 JB トップ50に帰還した最強の青大将、青木大輔。こっからずっと巻いてって一気に下がって3年ぶりの、チャンピオンカーニバルフィールアライ。陸王連覇を狙う世界のエリートスペック、伊藤匠。もしこれでよかったら、まあ、伊藤匠2023年相当仕上がってきてるんで、オールスタープラス陸王4回目獲得しに行こうかなと思います。おー、来た、伊藤連続。トップレベルの予選を勝ち抜いたトップオブトップのおかっぱりバトル。来た、おっしゃ、ジレンマ。ほら、釣れました。岸釣り最強の男は誰だ。陸王2023チャンピオンカーニバル開幕。おはようございます。おはようございます。以降決勝です。はい。じゃんけんお願いします。はい。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あ、負けた。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。おお。じゃあ1番で。1番で。はい。原選手1番で。青木選手は？いや、2番でしょ、それ。2番でしょ。2番で。3番。3番で。4番で。4番で。はい。はい、はい、お願いします。お願いします。11月中旬、決勝の舞台は中部地方のメジャーフィールド、岐阜県大江川御三川。陸王本戦では2020年以来の開催となる。キーパーサイズは25センチ以上、1日5本、2日間の総重量で競う。メンバーやっぱりね、今回もやっぱり最高のメンツで、けど今回こういう時に、まあ、突拍子もない釣り方を見つけてでかいのを釣ってくるっていうところでは、三原くん何してくるだろうっていう、ちょっと分かんない、うん、でもそういうのが今怖い気がする。で青木大輔もう、もうこういうきつい時にね、まあ、釣ってくるっていうところはピカイチ。やっぱりミッドレイメイク率の高さとか、あとは状況判断の速さ、正確さっていうのがもうズバ抜けてる。彼が言うような時を捉えるっていうところで言うと、今回とても大事。多分おかっぱりから捉えられるタイミングとか場所ってすごく狭い今回、うん、
バスが基地から離れ気味なのもあるしっていうところでそれを捉える状況判断っていうところで言うと、バリ大ちゃん、匠、さっき言ったその僕やってる限り岸に魚が入ってないなっていうところからすると、沖のスペシャリストでもある、状況判断とか勘の鋭さっていうところはやっぱね、これまたピカイチなんですけど、中でもそう沖のサーチと、なおかつその食わない魚までもこうリアクション的に食わせちゃう術も持ってるんで、今回強いんじゃないかなと思ってます。まあ、メンツは別にどうでもいいんですけど、とりあえず予選がなんかちょっとあんまり不完全燃焼だったんで、なんかやっぱバッとはめる釣りをしたいです。まあ、それが見つけられればおのずと勝てるのかなっていう気はしてますけど、まあ、それ次第ですね。まあ、この多分結構刻々と変わっていくこの季節の変わり目プラス、多分思いっきりその天候でも気温が一気に変わってくると思うので、まあ、多分それを捉えられた人が勝つんじゃないですかね、今回。まあこのメンバー勝ってくるよねっていうメンバーが揃っちゃってるんで、多分自分が釣ってくることが一番というか、自分が見えてないんであんまり人のこと考えずにやってこうかなと思ってます。相手悪すぎますよね。シーズンバトルでももしこの誤算大江で、3人の誰かと当たるってなってもどれも最悪なカードだと思いますし、でそもそも2キロみたいなでっかい魚が出るフィールドじゃないので、まあ、多分アベレージをコツコツっていうようなフィールドだと思うんですけど、まあ、逆に僕が今回はコツコツ積み上げていこうかなと思ってます。はい、はい、お願いします。はい、じゃあね。さて、はい、五三川に行きますの、まあ、上流なんですけど細いところから広がるエリア、あんまり環境の変化を受けにくいところ、細くて浅いところからふわっと広がって水温が落ちにくい。感触は今までで一番ないかな。まあ、勝筋、場所でも釣り方でもっていうのも、まあどっちもなきゃいけないと思うんですけど、どっちも見つけられず、やってる感じちょっとこう深めに落ちてるのかなと思って、こう降りてきたあたりをこうやったり、まあ、あと岸反応がないんで、まあ、地形の変化もこう探っていってっていう、結構時間かかっちゃって全部は見切れなかったんですけど、まあ、その回もなく、いつものこう狙いすました、まあ精度とか手返しの速さでっていうのがちょっと聞きにくくて、それよりは投げて巻いてとか、だからまあハードルアーとかワームでも、まあ、キャロライナリグとかちょっとフリーリグなんかを投げて早めにさばいてくるとかっていう風にして、なるべくそのバスとの遭遇率を上げないといけないかなっていうこと。ほら僕結構 いつも動くじゃないですか。今回はあんまりそれやんないようにしようかなと。ある程度エリアを絞ってそのバスが入ってくるとか食うとか、そういうタイミングを逃さないようにしたい。あとは時間的にもね、今回ちょっと時期も遅めで、時間も短いんで、その釣りする時間もなるべく取りたいっていうのもあるし、いつもだったら結構ワンタックルでポン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 いっちゃうでしょっていう、いつものやり方じゃなくて、いいところでいても食わないのもいるだろうから、そういうのまで拾ってって、なんとかもう今回両日リミットメイクっていうね、自分の持ち味の部分っていうのは今回もそんな中でも絶対やらないと、勝ちはないし。最初誤算、今回のエリアでいうと上流なのかな、まあ、中上流ですね。ただまあ僕前の多分チャンピオンカーニバルでしたっけ、はい、あれ以来来てないんですよね。およそ3キロ先で、あの時も秋だったんですけど、まああの時よりはちょっと季節が進行してるかなっていう感じですね。秋になり冬に入ってきた感がだいぶ強い気がします。でまあこう今日明日はそうでもないんですけど、多分明後日が結構雨で、でやっぱ気温も一気に落ちてる感があるんで、まあ、魚もだいぶ冬に足を突っ込んでる感じがしますね。
で1日応援1日降参みたいな感じでやったんですけど、なんか小さいのはいっぱいいる見えたりもするしやたらでも大きいキッカーになりそうなサイズがいまいちどこにいるのかが読めない感じがちょっと強くて、まあプラクティスなんで思いっきり釣り込んではないんですけど、その大きいのをいかに釣るのかっていうところがキーになるのかなっていう気はちょっとしてますけど、まあ、ちょっとリアクション系の釣りから始めてみて、まあ、どうなるかなっていう感じですね。ざっくりのプランで言うと、まあ、とりあえず朝からは誤算やって、まあ、ちょっとその状況次第でいつ切り替えるか分かんないけど、まあ、後半は大江。今日はほぼ一日同じエリアにいようかなと思ってます。行っても対岸ぐらいな感じで、そこまでこうエリアを広げてどうのっていうのは今のところ考えてないですけど、明日は大雨大風吹くんで、明日はちょっと動きながらっていう感じになるかなと思います。ちょっと僕が得意な方向には持ち込めないなっていうことだけは分かりました。結構沖が機能しないというか、意外と分かんないですけど、意外とバスがまだ冷えてるんだけどシャローに残ってて浮いちゃってるのかなっていう感じの雰囲気はあるのと、あの雨のあと水位が思いっきり落ちて流れがない状態で冷え込んだっていう状況下から、かなり口使ってないのかなと思います。雰囲気的には昨日よりも今日の方がまだちょっと魚が浮いてきた感じはあるんですけど、浮いてきたっていうのは魚がちょっと空気になったかなと思うんですけど、その浮き方があの去年の陸を取った時と一緒で、なんかねこう9時10時ぐらいになると急に水面直下ぐらいにポーンって浮き出して、で岸見てる、で多分エビ食ってるやつらが浮いてきてんのかなって感じなんですけど、多分このフィールド流れ結構重要なんで、その辺の地合いをつかめるかどうかがキーになるかなと思います。ただそのいつ流れていつ止まるかっていうのも全く読めないみたいなんで、てか今まで読めてないんで、うん、どう転ぶか分かんないです。メインになりそうな釣りはヘビキャロと言いたいところなんですけど、ヘビキャロはワンバイトもなかったんで、シャットとヘビダンかな、あとはサイト。でもまあ一匹も釣ってないんですけど、フラでは、ね、ただシャットで釣ってる人を見たっていう感じで、ヘビダンは釣った。ヘビダンも短く早くちょっとリアクションダウンショット的な感じで食ってきてるんで、まあ雰囲気的には短く早くがキーかなーとは思ってます。ほんとそんな感じ。よし行きましょう。伊藤がエントリーしたのは五山川の通称新五岩エリア。朝はレッグワームの 2.9 の 7g の、まあ、かなり重いダウンショットからやります。このね、球芯になってるんで、この球芯の壁に巾着が結構入ってるんですよ。でその巾着の壁を打ってく感じ。得意なテトラ打ちしたいところなんですけど、テトラがないんでこの辺だから、この巾着をちょっとテトラに踏まえてやっていく感じですね。匠があそこに入ってったな。朝みんな同じところにいそうな気がするな。匠は珍しく3本持ってく、まあ、そんだけあんまり動かないってことでもあるんですけど、来た出ようか。ビーズが来た。あ、いや、ランディングネット。五山川と大江川で釣りをする際は、アングラーズパークや有料駐車場を利用しよう。よっしゃ、いかいかいか。ロット3本ランディングネット。荷物が多い。
青木と川村がエントリーしたのは伊藤よりもやや上流のエリアだ。ああでもあっち行ったわ。あっち行くんだ。多分匠はもう一個下の駐車場に止めてる感じだ。ラッキー、まあ、多分もう投げてる人はいると思うんだけど、まずは狙いのところには入れました。まあ、僕は陸は初めてじゃないかな。サンボここはねちょっと粘ります。まあ、水動いてんのかな、動いてないかもしれないけど、プラクティスの時よりは水質がいい。まずはフリーリグ 5g で、でひとしきり探ってから進化を重くしてより遠く、いきなり飛ばすってよりはちょっと近めからやります。よし、これいきますね。まーす。あれ大ちゃんあっちか。あーなるほどね、その張り出し行ったか。このエリアではここと、まあ、島にも軽く投げて、あとこの護岸際水深があるんで、と大ちゃんそうかもしれないけど対岸の張り出し、ただねもう人立ってる一番際立ってるところ、あの付近はいい。青木は川村の対岸にエントリー。海岸の方がこの時間シェードになるから岸に魚が寄りやすいのかも。ただこっち側も日向になるんですけど、あの島のシェードができるからそこは良さそうなんですけどね。プラクティス反応なかったけど。ああ幸太郎さんはあそこに入った。やっぱあそこなんだ。あ結構合いましたよやっぱり今回は。ただ三原くんだけは一番合わなかったですね。同じエリアの叩き合いだなこの試合。誤算の方がでかい気がするんですよサイズ的には。だから朝夕にその誤算行きたい気持ちもあるんですけど、まずちょっと今回は珍しくリミットメイク優先で行こうかなと思ってます。バイトの数で言えば3バイトワンフィッシュで、ワンフィッシュが多分 400g ぐらいですかね。まああんまり良くないって感じです。どうでしょうね、ボイルを見てないので、いいのか悪い、まあ今日あったかかったんでもうちょっと魚が高活性になるかなと思ったら、まあそうでもなく、まあでもこのタイミングのこの時期なんで、はい、まあまあこんなもんかなと思ってブラしてました。まあ動き方がまず一つかなと思いますね。そのあと明後日2日目がね天気崩れる予報なんで、まあ、そこでどういう釣りができるかかなっていうところですね。はい、ただ大江で昨日釣れた4500で揃えると2500ぐらい、もう全然十分ですね。そこから誤算で、サイズ狙いに行くような展開をしたらいいかなと。らしくないですけど今回釣りうま三原で行きます意外と釣りうまいなみたいな、はい、感じで行きます。小技でただ攻めなきゃいけないんで、状況的にもと考えたら、まあ、こういうジャバロンとかは今回あるかなって思うんですね。いやでもやっぱジャバロンやるとこないよな。そうです、水深が分かんない。これぐらい1メーターですね。ちょっと水減ってますね。ただ一人大江川スタートを選んだ三原だが、果たしてみんなシャッド巻いてる。てか僕がテキサスから入ることがまず珍しいですね。
スナップ買ったのにスナップ忘れた。今回なんかいろんなものを忘れて、僕ネイルシンカー全部ないし全部ないの？全部ないです、はい、スナップもリングも全部ないし、多分替えフックも忘れたし、あ、意外といけるな。ビッグバーナス、本当にこの朝の使い方がわからん。五三の上とかで巻いてもいいんだろうけどな。釣れてるでしょあれ、多分。貴重な一匹です。いや、重要でしょう。やっぱ魚いるね。このね、スイベル入れてんすけど、ダウンショットの下にね。スイベルから下を全部もう事前に組んであるから。あ、スイベルから上を結べばもうそれでダウンショット完成みたいな。そう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 。ティアフギきた対岸、ほんとだ、来るよね。すいません、あそこのキーやらせてもらってもいいですか？すいません。今5グラムちょっと変えてみます。ヒット。オーケー。一匹目。一匹目。とりあえずね、朝一釣れました。じゃじゃーんっつって。うん。口閉じ。はい。29、28.5。ゼロ、はい、ゼロ、じゃん、はい、310、30、310、はい、はい、行ってきめ、 OK、 バイバイ。魚浮いてたな。うん、ポチョッと落としてすぐ来た。フォールさせて、こう落として、でボトムにつく前にコンって食ってきた感じなんで、多分魚浮いてる感じですね。そう、水の中にこのジャガゴが入っててズコってなくなるんですよ。でその壁に今魚がいた感じ。昨日もそうっすけど、やっぱり来て500なんすよね。うん、ある。そういう時に魚が食うっていうね。お、昔は恩賀川で初めての陸の時、こうやって対岸に青木さんがいたらオーラで釣りがままならなかったっすよね。昔ね、懐かしい。青い帝王青木大輔みたいな。オーラに負けてたよ。オーラに負けてたっすね。選手早いですね。早い日です。おはようございます。大江川と五山川では釣り券を購入してバス釣りを楽しもう。ちょっとシャット巻いてみます。って言ってすぐ寝かかっちゃった。へこむけど、孝太郎さんが何気にね、粘りストしてるからちょっと怖い。フリーリグとか投げてる。うん、プランクティスの時に一生懸命投げてた。おはようございますって言ったら、匠っつって。
全然動いてないね。こうなると上流の方が狭くて浅いから流れ出やすいけどね。流れなくてノー雰囲気だけど、一回巻いてみよう。晴れてるからおとなしめの色でいいかな。昨日買ってきたレベルパイプ、ちょっと日が高いんで色は地味めで。あーでもここ引いても魚が散らないから乗っかってないな、西側に。と陸王でこういうある意味適当投げするって僕これまでないんだけど、とにかくバスとの遭遇率を交通事故でもいいから高めたい。スクーパーダウンショットしようかな。まあグリパン、もういると信じてね。ちょっと今雰囲気ないんですけど、正直こんだけ人来ないとまたこう入れそうっすね。マジか、いた。悪くないと思う。いや変えてみるもんだな。変えてすぐだもんな、割と。頼む、1匹目取らせてくださいよ。いいと思うぞ、いいと思うぞ。切れないでね、いいと思うよ。いけんね、これでかいんじゃねえ、そこそこ。ほら、いいじゃん、ナイスキーパーだ。変えてみるもんだ、ライトリグだ。よし、入った、ナイスキーパー。はあ、変えてよかった。晴天無風、流れないけどやり方で食わせられることがこれで分かった。これで分かった、いて食わないことが分かった。大きい、めっちゃ大きい。ちょっともう言葉からもいないかなと思ってきてたからね。これでっけえな。巻物の雰囲気じゃないのは分かるんだけど、フリーリグすら食わない。でもこれなら食べた。大きなヒントになる一匹だ。これでかくない、この意味。1キロあるかもね。はい、あ、惜しい。970だね。970。はい、はい、OK。惜しい、 39.5。 はい、 970g。 ナイスキーパー、じゃあリリースします。ありがとうね。いや本当大きい、ありがとう。よし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 。そのまあそれでもこれしかやんないわけじゃないんですけど、じゃあこのフィネス方向で変えていくってなると、もう一個じゃあリアクションキャラもやろうとかなってくる。一回ちょっとベイトはお休みかな。あ、でもこの後スピナーベイト打つから、スピナーベイトも済んでおこう。スピナーベイトはまた別だからね。あの巻物の中でも食う巻物だから、そのタフな時でも。チビーブルの1/8、ちょっと早めの方が秋いいと思うんで、4/1じゃなくて8/3にして、ちょっとスピード感出して、これはこれでやろうかなって感じで。スクーパーフロックにこうラバーを刺してるのは、誤算が人多いんで、まあ、それでもバスが見たことないだろうなっていうのと、あとはこうやってオープンウォーターに特に投げるときなんですけど、水押しを強くしてバスからの発見率を高めたいっていう、まあ、言ってもね、バスフィッシングってこう確率をいかに上げていくかなんで、だそれがじゃあバスがいるって分かってれば、仮に1インチのワームだろうが極細ワームだろうが、食う確率を高めた方がそれは確率が高いことになるんですけど、ここみたいにねバスの目の前狙って通せないってなると、
バスから見つけてもらえる確率を高める。で一つはこうルアーのアピール力であったり、もう一つは今やってるこの横方向に引っ張る釣り、ワームでダウンショットなんですけどスイミング。出くわねえんだな。これこういう状態だとプラクティスここまでやってないから、ここまでやったらねちょっと見切れないから。おー、来た、2投連続。いてくわねえんじゃん。なんと2投連続ヒット。やめて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 。ちょっと沈んで沈んで。一応ネット入れよう。バックリ、あ、いや、抜けちゃう。よいしょ、来たー。2投連続バックリじゃん。すげえ合ってる。食い方がもうこの状況でこの食い方はさ、ルアーパワーだろう。やべえやべえやべえ。今行くぞ。よし、バッパで行こう。うん、ちょっとバンバン釣っちゃおう。うん、地合いっぽい。地合いっぽいのか、もうでもルアーが合ってる。やばいね。ああ、青木大輔より先に時を捉えた。カカカッ、また惜しい。470、だいたい 30g 僕予想より。はい、 31.5。 ありがとう。よし行こう、よし行こう、よし行こう。今日結び替えよう。今の小さいけど丸飲みされてたから歯でラインちょっと擦れてるだろうから、すぐ投げたいんだけどミスったらね、ラインブレイクだけは本当にダメだから。これでもこうなるとさ、身を取るんだったらここに1日いてもいいかもしれない。5回チャンス多分来るよ。向こうから魚泳いでくる系の場所だからさ。じゃあ上からの魚が降りてきての一発目だし、うん、まあ下流側もねそれは言えるんだろうけど、でももう今人が2人立ってる。であればじゃあ両端をローテーションするってよりももうここをやり続ける。そのさっき言った入れる入れないもこう3が大きいんで、でここ並べるけど、まあ、ベストな立ち位置ってあるんですよ。僕立ってるところが水深の切り替え、島の浅いところから落ちてくちょっとなんですけどね。だけどこう刻んで投げてってルアーカウントダウンさせて、ああここだなっていう、ここに立ちたかった。もし逆流でもこの島からの流れが巻く、ここカラクくってリミットメイクまでここにいようかな。今のバス目がなんか越冬バスみたいな目してたね。そういうなんかオフモードなんだろうな。ちょっとハシのオッケーらしいです。走ってもらって、エリートプロが走ってますよ。あともうそろそろ多分見えバスがちょろちょろって出てくると思うんですよね。うん、あ、タクイトだなあれ。いや、ここでやってよ。あー、コウタロウさん、こうちゃん粘りそうになっとる。これ我慢だな。僕動きたいけど我慢。今回はあれ青木社かな、あった青木社。やべえ、めっちゃ走りやすい。走って、あの音がカシャ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 、すごいラトル音なの。
あれ今回菱沼さん、はい、いいねこれ。そして距離を置いて菱沼さん。あーでもそこで止まるんだ。あそこからヘビキャラぶん投げかな。どうですか久しぶりの走りは。もう疲れます。限界です。限界超えました。限界突破。僕もなんか走りやすいんだと思ったら、あれ忘れた。タモ。うん。こうちゃん超粘ってるね。あれやってるところは結構浅い。この辺は流れが入ってない。そんなになんか青木さんもピン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 やってるから同じような感じでちょっとこうリアクション的な釣りやってるかもしれないですね。ロッドさばきはさっきもピピってなってたから。やっぱ結構流れが重要なのかもしれないな。なんかこの感じどういう意図で流れが出るのか分かんねえんだよな。ここでも弱いっすね、かなり。しかもちょっと止まりかけて。一方、三原は最上流まで行きます、はい、遠いんですよ。ギルよく浮いてるよな。はい、テクトレします、はい、めんどくさがりなんで。もうあと1分切ってますよね。ちょうど1分。来た。おっしゃ。これ以上があるな。OK。これあるでしょ。OK。よかった、1匹釣れて。ブザービートぐらいですね。はい、ジレンマ1匹目。27センチです。 27.5。 はい、じゃあいきます。ほい、通訳80です。はい、80。はい、ありがとう。はい、どうぞ。はい、そしてこのネットの水で手を洗う。持ってたな。うん、ね。本当20秒前で。そうそうそう。持ってた。はい。うい。いや、釣れなかった。昨日のバイトの出方と、まあ、出た場所を考えるとなんとなく釣れたというかバイトが出た理由もわかるか。参りましたね。この朝の流れてる間の多分地合いが絶対あると思ったんでこっち来たんですけど、合わせらんなかったのか何なのかよくわからんすけど、でもやっぱ誤算は流れなんですね。ここで小休憩。キロクラスを仕留めた川村が一歩リード。匠がいますね。青木ちゃん、ディーバーオーラを放ちまくってますね。なんだろうね、あのオーラ、ね。完全にオープンにオーラ出してますよね。だいぶ青木さんにしばかれたろうな。あれロケ隊かな。ゾロゾロ歩いてるね。青木大好きかな。あそこ一番流れ当たるんですよね、上からの。一発目にあれは釣ってるわ多分。絶対釣ってる。アンソンポジションはただ、まあ、地合いだと思うからな。何時っていうの決めてなかったんですけど、まあその流れの具合と
釣れ具合が分かんなかったので、まあ、それ次第でどうかなって。大江はもうなんかあんまり流れてんだか流れてないんだかよく分かんないんで、あんまり流れを気にせず釣りする感じもあるんですけど、参ったな。ランガンはダメだな、これちょっとある程度粘るしかないかもな。ダメ、嫌いだけど。見えバスを発見。あ、逃げた。うわめっちゃ警戒心高い。マジかよ、今のは完全にキーパーサイズだ。そんなかよ。これエリア最上位、あの橋までですね、うんうん、で、晴れて風もなかったらこういうフローティングカバーに浮くでしょうのパターンです。で、昨日ここで針折って流したら、とりあえず一流しで2バイトあったんで2メーターぐらい、うん、でも本当にこのなんかマットの直下でパンパンってやってるイメージですね。釣れない。53でも釣れる三段はないですからね。よいしょ、1匹も釣ってないんで53。ふう、反応ないね。しびれるわ。っているのって思っちゃう。ナイスクーパー。朝の地合いが終わり、どのエリアも反応が薄いようだ。粘り慣れてないから金森隆になれだよな。投げ続けてても釣れる時が来る。いたバス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 、いた。やっちゃったな。多分もう一回多分あれすると思う。今のやつは岸によると思うんですよね。気づかれた。一回逃げちゃったですね。もう一回戻ってくると思うんですよ。良くも悪くも人に慣れてるからバスがね。逃げ方もすごい、もう手慣れたように逃げたから。やっぱ、あ、いた、何匹かいるな。のんきーキーパーって感じ。あ、ミスった、マジか。やっちったよ。吐き出したよ、すぐ。なんか運よくね、のんきーキーパーだったんですけど、キーパーが口使ってくれた一発目に。でもすぐ吐いて、うわーと思って、そしたら逃げちゃった。持ってねえよ。なかなか辛いな、この試合は。まあ、去年の決勝もそうだけど、やっぱりあれっすね、自分の得意な方向に持ち込めないから、そういう試合ってやっぱ結構きついっすよね。でもそれでも釣ってかなきゃいけないのが陸王だから。よし、来た。あ、これダメだな。ノンキーパーだ多分。これはないっすね。え、まだ光太郎さんあそこいる。すごっ。マジか、すげえな。そんなモチベーション高いんだぞ。光太郎さんがあんなに粘るの初めて見た。いや、そういう状況なんだな、多分な。流していっても釣れない状況。あれ、タクイトーかな。取材っぽいよね。ああ、トゥクトゥクいたんだ、じゃあずっとその辺に。あと前、倒木があったあたりとかやってんのかな。対岸の巾着もう一回入り直す。
かやっぱりあの枝の魚を釣るって感じだと思うんですよね。のんきだ、のんきだね。よいしょ、バイバイ。やっとフッキングできた。ちょっと今なんかさっきからフッキングができないから、なんだろうな、なんだろうなと思ってて、やっとフッキングができました。僕も別にこれね、今要はやることが見つかんなくて泣きながらやってるんで、これやったらどう答えが返ってくるかが見たいだけでやってるんですよ今実は。あー、全部のんきなんだなってなるのか、実はキーパーいましたみたいな、岸際に浮くタイミングだから実はこんなサイズが見えてないだけでいましたよみたいになるのか、それを知りたくて今検証してる感じ。ここがもう駐車場的にはエリア最上流なんですよ。ちょっともうしばらくこっから動かないかな、このこっからっていうかこの駐車場からは。魚はいるっぽいな。キーパーか、キーパーじゃねえか、キーパーじゃねえかこれ長えな、ちょっと あるな切ねえな。魚は多分ちょいちょい見えるんでいるんですけどね、多分でかいのもいるんですよ。でかいのもいるんだけど多分外側にいると思うんですよね。26でしかも痩せてる。230、はい、はい、ありがとう、ありがとう、ごめんな、こっからで。ただ今はもうほぼど真ん中で釣れたんですけど、どこにどこでもバスが入れるんで、狙いどころがむずいんですよね。ここっていうのはないんですよ、ぶっちゃけ。今のもうこの真ん中にピュッと投げてほぼ落ちパクに近い状態で食ってたんで、でこことあとこの上にも一箇所結構バス多分いるだろうなっていう場所があるんで、ちょっとこのペースでもう回っちゃったんで、こことそこをやるぐらいしかもうないかもな今日。でまあ、もう日が出たりね、なんかするとカバーの中に入ってきたりっていうのはあると思うんだけど、この今の感じだと多分ない、今は。でも壁のところはでも減衰してるんですよね、やっぱ夜落としてるんですかね。うわ、五三川行けってことかな。五三川この層使わないんで。ああ、なるほど。はい。巻くことすらできない。ダメだこりゃ。三原も五三川への移動を決意。これはなかなかだな。時間以上のバイト。お、三原くんだ。今クリアウォーターだったらね、バドとか羽とか釣れるんですけどね、結構深いところから魚を呼んできてくれて、クリアだったらイメージ4メーターぐらいからトップまで呼ぶイメージとかで、結構ドーンっていきなり出たりするんですけど、このなんで食ったり食わなかったりするこの癖がちょっとつかめないんだよな。一体なんでこんなことが起きてるのか。
釣れてる時って大体なんかポトッと落としてすぐ食ってる感じもするんですよね。なんか誘ってうんぬんかんぬんじゃない感じもするんだけど、じゃあなんであの時にババって食ってまた食わなくなっちゃうのかちょっと分かんない。ルアーじゃないと思うんだよな。三原くんだね。匠さん遠投してないな。あれ手前の木を狙ってますね。おーおー、ボイルした。あ、ボイルっぽい。今ちっちゃそうだな。なんでこんな外れんだろうね。でもノンキーパーだったっすね。ここで昼のインターバル。この膠着状態を打破するのは果たして。休憩時間中にボイルが2回起きたんですよ。それまで1回もなかったのに。ただその時はなんか水面がざわついてて魚がファーってボラなんですけど浮いてきてて、それがねおとなしくなっちゃった。ただ期待感はある。場も休まってるし。匠はどうすんのかな。駐車場でご飯食べてたけど、もしかしたら上流に歩いてったかもしれないね。車出てったの見た？だよね。さっき帰り際にバス見えたとこ。もういないっすね。やっぱバスの50アップてか今回来て初めてあのサイズ見たっすね。人が釣った40アップは見たけど、そのそもそもでかい魚見てなかったんで、やっといたと思ってびっくりした。ここにいた。この巾着いたってことはバスまだ他にもいるはずだから少ししつこくやってみましょうか。あ、あそこにいたか。さあ流れずっと弱いものままっぽいな。こっから急に減るも増えるもないだろうな。秋嫌い。あ、いた。バスいたわ、今。やっぱ、巾着の上行っちゃってんな、俺。こうなってくるとな、なんだったら食うかな。ノーシンカーとかか。巾着の上って、めっちゃシャローって。めっちゃシャローに今乗っかってたっすね。キーパーちょい。結構魚が浮いちゃってるな。あれを釣るってなると結構難しいよな。どうやって釣るんだ。うん、でっかいのね。フリップギルでちょっとこれをふわふわさせてみる。浅場のキーパー、浅場のキッカー2ついると思うんで、キーパーはノーシンカーで、キッカーは5インチギル。この何巾着のエッジをふわふわさせて引っ張り上げる感じ。多分水深ある程度あると思うんですけど、ルアーパワーが強いから出てくると思うんですよね。こうやったら。いやー、予想より全然釣れなかったっすね、うん、でかいのはどうかなと思ってたけど、魚は普通に触れるそうな感じだったんだよね。もうちょい釣れるかと思ったけど厳しかったな。朝の誤算が誤算でしたね。来ただから流れが弱かったのかな。次もう
やるのはもう最上流、エリア最上流ですね。そこも多分バスは比較的結構いそうなんで、あそこでやるしかないな。もうこの3箇所しかないんですよね。あれミハあ、違う、え、ちょっと待って、カニ釣れた。ピューンって糸横に走りました。何釣ったの、カニ。糸横に走ったんですけど、えすごい。てかよくそれを当たりだと思ったな。いやなんかキュンキュンキューンってなったんで。すげえなそれ。ちょっとでもあれだな、カニ釣れた時にルアー見えたけど全く同じこと考えてんだ。あれダートヘッドついてたでしょ多分。後から流しても多分釣りが違うからいけるだろうと思ったけど、多分あれ同じことをやってんな、俺がやろうとしてること。でも青木さんここ打たなかったですね、うん、橋の下の木打ちたいんじゃないですか、うん、まあ多分ここ空いてたらやったでしょうけど、うん、こんにちは。ちょっとこの辺やらせてもらってもいいですか。すいません。いやなんかもうここやられまくってるんですよ。魚はでも多分いるんで、なんか違うアプローチしたいなと思って、なんかないかなと思ってた時にダートヘッドいいかなと思ったんですよ。でもう串とも多いからここプラでは釣りはしなかったんですけど、まあ、この周りで釣れたんで多分この一帯にはもうバスいるから、じゃあここは絶対いるだろうっていうのでもう手出さなかったんですよ。多分同じことか。まさかのいいかなと思ったらたまたまカニが釣れたおかげで見れちゃったんですね。多分ダートヘッドがついてたと思う。いやなんか自信持ってやれる場所はねえなマジで。バスは多分いると思うんだよな。ここはちょっとプラでバイト多すぎましたね、この感じだと。何なんだろうな。これは P とフロ P の0608です。さすがに06でぶち込んだらかけたら多分切れると思うんで、まあ、本当は1号ぐらいにしたいけど竿が弱いんで。よいしょ、ちょっといいことしとこう。多分ここも上流行ったことないけど結構一発目に多分広がるところだと思うんですよね。豆釣り職人になってんじゃないか。何職人ですか。豆釣り職人。なんかもういいのかこんなんで俺。27、8ですね。はい、はい、次の300。はい300、OK、はいはい、はい、
ここもダウンショットです。フクラと全く同じようです。多分大きいのもいると思うんですよね。これまでライトリグで攻めていた青木だったが、ここでバイブレーションを投入。ヒット。魚じゃねえの、魚のバスだ。よし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 、よし、バイブレーションちゃんとフロント行ってるわ。ちょうどいまして、これはナイスキーパーだ。大きいな。600、700、780、80、37。残念ながらこのバイブ1個しか持ってないという。2個あったんだけど1個なくしちゃって買いに行ったけど、売ってないんですよね、サイレントが。サイレントが欲しいんだけど全く売ってない。どっちがいいか分からないんですけどね。なんかちょっと基本多分お気に入りですよ、いいやつは。あ、今のはでもちょい大きぐらいでしたね。そんなにめちゃくちゃ大きいじゃない。青木連発。でっけえんじゃね。でっけえぞこれ。でっけえ。でっけえぞこれ。ネットネット。でっけえ。まあまあいいさ。あれまたなんか絡まった。丸飲みしてるべ。よっしゃー、丸飲みだよ。ほらこれがフィールアライブ。よし、お、キロ超えた。1050。42 3 3。オッケー、狙い通り。これは、まあ、プレッシャーがそもそも高いんで、あと、まあ、今日ないやってるじゃないですか。慣れちゃってるんで、あんまりブルブルしない方がいいのかなっていう、まあ自分の感覚なんですけど、分かんない。普通にジャラジャラするのでも食うかもしれないけど、バイブレーションはなんかあんまりうるさくない方が自分的には釣れるイメージがあるんですよね。川ですね、釣れ方が。ただダウンショットでもリアクションが足んないっぽいな。
このあのバイブレーションはもう多分釣れると思ったからあんまやんなかったんですけど、ダウンショットでどれぐらいサイズ出るかなと思ってここは結構投げたんですよ。で、まあ、ちっちゃいのが釣れたんだけど、ただでもここは絶対でかいのいるから、やっぱバイブとかじゃないと食わねえのかなと思ってたけど、もうまさにそんな感じかもな。曲げまくりの巻きまくりの D 青木になった方がいいかもしれない今回は。いや全く同じところ食ってきたな。一方2匹目が遠い伊藤はのんきだね。キーパーはすげえ難しいのにノンキーパーはすげえ簡単に釣れる。お、コウタオさん移動したよ。マジ？あれ匠か。そうか。どうだ。あれ匠か。ちょっと匠に僕の移動を見られたのは嫌かな。あそこにもし匠が入りたかったとすると、夕方のねいい時間。ちょっと怖いけどもうしょうがない。よし、じゃあ大江川に行きます。大江川でやるのがワンドの中にある浮き魚礁に直下に浮いてるバスをスモラバのマイクロピッチシェイクなんですけど、まあ狙って釣れる度でいうと僕的には今回1だったんですけど、浮き魚礁の下が水深があって朝の冷え込みでその直下に浮いてくるかが謎だったのと、あとは太陽の向きが午後の方が岸側に影が入るんですよ。だから釣りやすい方に魚が寄ってくれそうで、浮き魚礁も幅があるから。そして三原くんの車も R、 お、大輔さんも R ってことは場所も同じ可能性も中から大、特に大ちゃん、青木大輔に先越されたかな。さあ、いませんように。うわ、来た。川村先輩が来た。絶対この時間に来るだろうなと思ったけど、日が今出てないけど、ここに来ないはずがない。絶対これうちに来た。すいません、ちょっと向こうに向かって釣ってくんでいいですか。ここからスタートして、すいません、ちょっと水悪いかな。でも青木大好きいなくてよかった、車があったからね。ちょっともう太陽出そうないね。ベイトフィネスタックルにスモラバコスモ 2.5g に MPS です。でカラーが黒系、ちょっと幅があるんで下からバス見上げても気づきやすいようなシルエットが出るので。あれ、大ちゃんか、来たんだね。そっちなんだ。やるちょっとお隣に少し投げてみるか。もしそれで釣れてくれれば多少釣れる気を持って投げられる。音なしでもプラグは基本音出ちゃってるんだけど、レベルバイブが、レベルバイブだったらちょっと音が少し小さいんで、レベルバイブもいいかな。あ、ゆっくり巻くと意外と音出ないですね。うん、投げてる。まさかだね。なんかあんのかな。マジか。ちょっと僕には分からない。全然分からないバスを狙ってる。語るにしてる。あれ、小太郎さん来てる。本当だ。あ、これギルだな。
沖でピシャピシャやってるのギルっすね。うん、お、糸走ってる。糸走ってる。ちょっと待った。今の見えた。めっちゃちっちゃかったっすわ。バスはバス。バスです。フォールで食ったな。今こんな早いフォールでも食うんやな。今日は全ての間合いがダメだったんだな。うん、いやでも今日の午前中の部を見てもあの休憩タイミングでバタバタって、ああいうの目の前でバタバタって取られたりとか、間がすごくバットですよね。こうなると俺弱えな。うん、やっぱ見えてないからしょうがないですよね。見えてなくてこの時間まで来て楽天的だったら逆にすげえっすよ。何を根拠にそんなあれなのみたいな。キーパーが来た時だけ外れるとか測れるとか、うわーみたいな。今一瞬ちゃんとあれだったら乗ったんじゃないのとかもうないもんね。そういうチャンスがなくのんきはなんか釣れるみたいな、そういうのが重なっててなんかよくわかんねえなってなってる。あ、1個しかねえな。やっぱレベル5がちょっとマシですね。誤算も朝バイブ投げとけばよかったかもな。ちょっと流れがやっぱ弱かったから沖側をやった方がよかった。まあダウンショットは入れたっすけどね。ダウンショットじゃもうやっぱ季節的にもう反応させられねえかもしれないな。より冬っぽくなっちゃってるかもしれないですね。うん、思ってるより。バス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 、よしよしよし、多分バスだな。やばい、あ、バスだ、くっそー、バスだった。やべえな、ここ粘ってた方がいいかな。これねえ7辺ぐらいあったな。これで青木さんに夕方あそこで釣れたって言われたら今日はだいぶ裏目ですね。そうだね。出ません。手がかりをつかみ始めた青木に対し、季節狭間のメジャーフィールドに苦戦する3人。初日の終了時刻が迫る。終了。はい、疲れた。はい、初日終わってあの2頭連続の2匹以外はもうノーバイトでした。で、まあ、ここは割と手堅いかなっていうね、大江川のカバー打ちもノーバイトっていうってなると、もう明日は御三川に絞ろうと。大江の方が、まあ、気配がなかったかな。御三川の方が魚っ気とか、フィーリングの瞬間があったりっていうのがあったので、マッチで過ごしてその瞬間を捉えないとリミットメイクは無理かなと感じました。で、まあ、もうね、同じ状況の中他のメンツがどれだけ釣ってるのかっていうね。ただ、まあ、誰かは、まあ、釣ってると思うし、その差が逆転可能であることを願いつつ、明日は明日の最善を尽くしたいと思います。はい、だここまでチャンスがないとは思わなかったね。いやちょっと結構むずい。やっぱもうちょっとキーパーはポロポロ触れると思ったんで、意外とむずい。どうしましょうかね。ちょっと一気にバラしたの痛えな。まあでもかかりもう浅いの見えたんでね。もう思いっきり外しましたね。こんな感じで釣れない。見事に外しっぷりというか、多分僕が見てるエリア云々なのかちょっと分かんないですね。今多分流れが全体的にない中で魚が餌を食べない状態でも、
その中でも唯一食ってる場所とかが多分あると思うんですよ。だからそういうとこをうまく外しちゃってるのと、結構そのタイミングタイミングで僕が取んなきゃいけない魚を他の人に抜かれたりとか、あんまりいい流れじゃなかったんで今日。だからその辺も僕の多分釣り方がずれてたりとか、入るタイミングが若干のずれたりとかで、まあまあ難しい感じになっちゃったんですよ。ただこれ明日大きく釣り方を変えるとかエリアを変えるよりも状況が思いっきり変わるんで、もう一回このエリアでどんな風に状況が変わったのかっていうのを判断しながら釣っていく方が、多分そのある程度フィールド見てるんで、その中ででかい魚がどう動くかっていうのを見た方が多分明日良さそうなんで、エリアは変えないで、状況大雨と大風でどれだけ変わるかで、それに当日アジャストしていくっていうような感じでやっていこうかなと思います。まあ明日雨とか風思いっきり吹いてればチャタースピナーベイトあたりかな、結構その辺が効くと思うんで、チャタースピナベクランク、その辺を軸に、パワーゲームを押し通す日になりそうな感じです。ということでお疲れ様でした。いやーね、なんかまとめて釣りますとか、今日は釣りまで行きますって言ったんですけど、全然ダメですね。はい、全然ダメで、まあ1本だけ200何本、まあ完全空振りですね。はい、まあ明日ね天気が変わるんで、で、まあ、今日まあおそらくあのお三方は釣ってると思うんですけど、まああのまくれるだけまくってみたいと思います。ということでお疲れ様でした。明日頑張ります。陸王決勝初日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。初日の結果を発表していただきたいと思います。せーの、それではご確認ください。どうぞ。はい、おおおお、出た、フィールアライブしてる。フィールアライブ、フィールアライブしたもん初日は。なるほど。おお、三原くんだから一瞬これがさ、ちょっと思いました、自分で書いて。ほとんどの選手が朝の釣果のみで終わった初日、青木一人が午後の地合を捉えて一歩リードした。大雨予報の2日目、どうなる。1番スタート、五三川上流へ行きます。